尾酒造です。松尾酒造のこれ知ってます、雑学雑学雑、はい、やり直し、はい、テイク2、松尾酒造のこれ知ってます、雑学雑学雑学シリーズで、ね、雑学続きでございます。雑学何回も言うとカミカミになりますけどね。海で泳いでラッコ、かわいいですよね。このラッコなんですけどね、実はあの海の海岸で寝そべってこう貝をこうカチャチしてますけど、あれはですね、人間を怖がっている、怖がった結果ああいうような形になったということ。昔ですね、昔々、本当大昔、ラッコというのはですね、海岸部に住んでましてね、まあ井戸に似たあの哺乳類系の動物だったそうなんですけども、で、まあ、あるロシア人の方がこうラッコを捕まえてこう毛皮を作ったりしたんですね。でそれまたアメリカの方がですね、アメリカ人の方がこうラッコを捕まえることで、そして、すぐもうその辺海岸に行ったラッコがですね、怖くなって、もうどん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 、遠くに行って海の方に行ってですね、住むようになったと、リフから離れて、まあ、海中で生活するようになったということで、もともとラッコはその本当にすぐ近くにいたんですけども、人間を恐れて、海の方ね出て行ったというのが、これが本当のラッコの今の姿らしいですね。ラッコは人間を恐れてよということでございますんでね、可愛いですけどね。以上、松尾酒造のこれ知ってますでした。どうもありがとうございました。雑学シリーズ難しいね、ちょっとこれ前説明するのね、練習しながらテイク3いる、はい、すいません、今日は2で終わります。